このタイトルはオーディオブック用に AI 生成された合成音声で朗読されています。 HSP 繊細さん、ここ最近随分と耳にするようになった言葉です。私って繊細さんだったんだと、この表現に救われた方もたくさんいたことでしょう。しかし私はその反対でした。あなたは本当に繊細ね、ため息。繊細さんだから仕方ない確証。そんなに繊細じゃ生きていけないよ笑い。私が今まで言われた言葉たちです。語尾のからわかるように、この繊細という言葉が向けられた時、その言葉の中に少なからず一枚の壁のようなものを感じました。私、扱いづらい存在だと思われているな。そんな空気を瞬時に嗅ぎ取ってしまい、それは私をさらに萎縮させてしまうのでした。もっと強くなってみんなのように頑張らないと、と無理を重ね続けた私はついに身体を壊してしまいました。そしてそこで初めて考えたのです。繊細な自分はダメなのか？今の自分を大切にしながら生きていくことはできないのか？と、そうして初めて私は自分を大切にしながら生きていく方法を探し始めたのです。今では断言できます。優しい、柔らかい心のまま、私たちは生きていくことができる。と、私が取り入れた方法をご紹介していきます。本書の使い方。本書は全部で10日のワークからなっています。比較的チャレンジしやすい内容から進めていますので、1日目から順番にスタートしていくと取り掛かりやすくなっています。必ずしも一つのワークを1日で行う必要はありません。中には一つのワークをクリアするのに時間がかかることもあるでしょう。そんな時は焦らずに、ご自身のペースで進めていってくださって大丈夫です。大切なのはワークを進めながら自分の声を聞くということです。これについてはワークの中でご説明していきますね。目次をご覧いただき、取り掛かりやすそうなものからお進みいただいても構いません。繊細さんと呼ばれる方たちの多くが、真面目ゆえに出なければいけないというルールを必死に守ろうとします。例えばこのようなワークの場合、1日目からきちんと進めていき、一つ一つしっかりと身につけなければいけない、というようにです。とても素晴らしいことですが、時には自分のやりやすいように、自分の気分が乗るやり方でやってみることも大切です。いつも通りのやり方や自分のルールを崩していくのも後々ワークで登場してきます。ぜひ、固く考えずにご自身が楽しくできるものからチャレンジしてみてくださいね。一部、生きづらそうな繊細さんたち。一章、エステ時代に見てきた頑張りすぎている繊細さんたち。私は長年エステ業界で働いていました。不思議なことにエステサロンという日常とは切り離された場所で手術を受けていると、リラックスして気持ちが緩むことから、お客様は自然といろいろなことをお話ししていかれます。たくさんの方のお話を聞いていると、世の中には自分の限界以上に頑張りすぎている人がたくさんいるんだなと感じることが多々ありました。そして皆さん声を揃えてこの話初めて人に話しましたとおっしゃるのです。頑張り屋さんほど自分に厳しく、愚痴や弱音は吐かずに黙々と頑張る方が多いのでしょう。話しながら思わず泣いてしまう方もいらっしゃいました。そんなお客様をたくさん見ていく中で、繊細な頑張り屋さんにはいくつかの共通点があることに気がつきました。いくつか挙げてみたいと思います。常に他人のことを気にかける。たくさんの繊細さんと話す中で一番に感じたのは、人のことを思える本当に優しい性格の方々ばかりということです。他人のことを思いやった行動ができるので、人から好かれやすくて頼られることも多く、繊細さんの周りには人が集まりやすい傾向です。常に他人のことを気にかけるため、自分のことは後回し。優しい性格であるゆえに、相手が不快に思わないよう考えながら行動したり発言したりするため、行動の基本が他人ベースになりやすく、自分のことがないがしろになったり自分に厳しくなりすぎたりします。また、相手の気持ちを尊重するゆえに断れない方も多く、それをいいことにあの人は頼めば断らないからと他者からうまく使われてしまうこともあります。あれこれ受け止めすぎて気づいた時にはキャパオーバーで自分がボロボロだったなんてことも少なくありません。しかし、この他人のことを気にかけることができるのは特技でもあり、繊細さんの大切な人間性です。それだけ観察力が高いので、今まで他人に向けていた視線を自分に向けることで自分を大きく癒すことができます。自分の中でのルールがしっかりしている。繊細さんには真面目な方が多く、こうでなければいけないという自分ルールがたくさんあります。実はそのほとんどが無意識のうちに作られたルールであり、自分では全く気づいていないことも多々あります。私も自分を振り返ってみると、
大小さまざまな自分ルールがあることに気がつきました。悩み相談をされたら必ず寄り添う、常に笑顔でいる、家事は手を抜かず、しっかりやる、その日のことは必ずその日にやり通す、だらだら怠けないなど、軽く振り返ってみてもどんどん出てきます。自分ルールがあることによって自分を律することができるのはとても素晴らしいことです。しかしこのルールに縛られすぎてしまうのは考えものです。厳しすぎるルールを自分に課していた場合、これを守ることに必死になるがゆえに過剰な無理をしてしまうことがあるからです。その結果、力を抜くことができなくなったり、頑張りに頑張りを重ねてしまう繊細さんもたくさんいます。人に迷惑をかけない、繊細さんは人に迷惑をかけることを極端に恐れます。そしてさらに深く見ていくと、自分が人に迷惑をかけることは極端に避けようと頑張るけれど、人に迷惑をかけられることには寛容なのです。まさに一つ目でお伝えしたように、常に他人のことを気にかける繊細さんらしいですね。自分は迷惑をかけないよう細心の注意を払うのに、相手に迷惑をかけられても嫌な顔一つせず、むしろ進んで受け止めてフォローしてしまうほど、このように常に人に迷惑をかけないと意気込みすぎるとどうなるのでしょう。これは私自身がそうでしたが、自分自身への目が厳しくなり、ちょっとしたミスも許せなくなります。ミスをした自分を責め、次はミスをしないようにと、さらに厳しいルールが新たに生まれます。そう、こうして2つ目にお話ししたように、自分の中でのルールが増えていくのです。しかし改めて思うことは、人は他人に全く迷惑をかけずにいることは不可能だということです。いくら細心の注意を払って気をつけていても、迷惑をかけてしまうことはあるもの。その時に誰かに手助けしてもらったからこそ、自分も他人が困っている時には手を差し伸べる、そうやってお互い様でやっていけばいいのです。自己犠牲をして常に人に尽くしていると、自分だけが頑張っていてバカみたいと急に虚無感に襲われることがあります。これは私自身も経験し、そして繊細さんのお客様たちでもたくさん見られた状態です。実はこの状況からの回復は少し時間を要します。何せパワーを使い果たして枯渇状態なので、回復に必要な体力さえ残っていない状態なのです。そうなる前に自分の中で少しずつ考え方を変えていきたいところですね。2章、なぜ私のエステサロンは繊細さんが集まったのか。エステサロンで数年勉強した後、私は自分が理想とするサロンを目指したくなり、個人サロンをオープンさせました。お客様をきれいにすることはもちろんですが、とにかくリラックスして自分の中に溜め込んだものを吐き出してもらう場所にしたいという思いが強くなったのです。それまで私が勤務していたエステサロンはお客様をきれいにするが全てであり、あまりリラクゼーションという点に重きを置いていませんでした。スタッフは私を含めて7人。ある日、スタッフの1人から、あなたが手術をすると、日頃無口なお客様もたくさんお話をして帰っていくわねと言われました。そしてスタッフみんな同じ手術をしているのに、なぜかあなたと話した後みんなすっきりして帰っていくとも。このエステサロンは最新の機器を取り入れたお店で、機械の力で効率よくきちんと結果を出すがモットーでした。例えばフェイシャルエステの場合、洗顔をした後に機械を使ってお手入れをし、ささっと手を使ってマッサージをした後にパックをして終了。お顔マッサージはあくまでもおまけ要素が強く、オーナーを含めスタッフみんなあまり重視していませんでした。しかし私は直接お客様に触れながらマッサージを行うのがとても好きだったので、ここに一番神経を注いでいたと言っても過言ではありません。一連の手術メニューは時間配分が決まっているので、私が特別マッサージを長く言っていたわけではありませんが、お客様からあなたのマッサージが一番気持ちが良くて、この時間が大好きと言っていただけることが多かったのです。そしてスタッフに言われて振り返ってみると、確かに皆さんマッサージを受けながらポツリポツリとお話を始めるのです。身体がリラックスすると気持ちもほぐれて打ち明けやすくなるのかもしれない。そう気づいたことで、お客様のリラックスを重視したサロンを作りたくなったのです。それから数年経ち、念願のエステサロンをオープンすることになった際は、とにかくリラックスしていただける空間を重視しました。オープンから徐々にお客様が増え始め、ある時ふと気づくと、自分と同じような繊細さんたちが多く集まっていることに気がつきました。ここに来るとすごくホッとして、唯一力が抜ける場所なんて嬉しいお言葉をいただいたことも。私はリラックスできる空間を作るために、技術はもちろんのこと、それ以外の要素として五感に訴える空間を重視しました。これは後ほどのワークでも出てきますが、
私たち繊細さんは常に気を使いながら多方面にアンテナを張り巡らせていて神経が高ぶっているので、落ち着かせて休ませる空間が必要になってきます。私のサロンに繊細さんが多く集まった理由は、おそらくこの空間にこだわったことが大きな理由だと感じています。そこに付随してリラックスできる手術が受けられたり、話を聞いてくれる相手がいるという要素が重なって、サロンがお客様にとっての充電スポットになったのだと思います。このように五感に訴える空間を作ると、まずはサロンに入った時点でお客様が第一段階のホッとする気の緩みができます。少しリラックスした状態で手術がスタートでき、ゆったりと丁寧にマッサージを行っていくことで徐々に身体がほぐれていきます。すると以前のエステサロンの時のように皆さんいろいろと胸の内を吐き出していかれるのです。身体も力が抜けてリラックスし、溜め込んだモヤモヤも解き放てば、帰る頃にはすっかりクリアですっきりとした状態になっています。リラックスするにはまずは身体から、そんな考えから生まれた私のサロンでしたが、手術を続けていくうちに新たな気づきもありました。 A さんというお客様の手術をしながら気づいたこと、それは身体のリラックスが必ず先とは限らないということです。 A さんは仕事で大変だったことやプライベートであった悲しい出来事など、なかなか周りに話せないこともサロンという非日常の空間だと話せるとのことで、いつもサロンに来るなり一気にここ最近の出来事を止まらず話し始める方でした。整体の手術で足を持ち上げようとすると、全身にものすごく力が入っています。力を抜いて大丈夫ですよとお声掛けをすると、今力を抜いているつもりなのでこれ以上抜き方がわからないですとのお返事が、さまざまなストレスから身を守るために無意識に身体が力んでいて、もはやそれが普通の状態になっているようです。それよりも話を聞いてほしいというご様子でしたので、様子を見ながら手術を進めていくと、おそらくその日一番話したかったであろう確信をつく話が始まりました。すると話していくうちに徐々に身体の力が抜け始めたのです。身体がリラックスをして心もほぐれて吐き出せる人、心のモヤモヤを吐き出すことで身体の力が抜けてリラックスできる人、これはどうやら人それぞれのようです。あなたは一体どちらでしょうか。参照、頑張りすぎた繊細さんの末路。念願かなってサロンをオープンさせた後の私は、お客様にとっての充電スポットとなったこのサロンを潰すわけにはいかないとがむしゃらに仕事を頑張りました。エステの仕事が大好きだったので、朝から晩まで手術をしていても全く苦にならず、何よりサロンに来て元気に笑顔で帰っていかれるお客様を見ることが私の心を大きく満たしてくれたのです。しかしお客様の元気笑顔を大切にするあまり、私は自分自身のケアを大きく怠ってしまいました。そこにプライベートでも大変なことが重なり、ある日自分の中でクツンと糸が切れるように、突然頑張ることができなくなったのです。食欲が徐々に低下し、気がつけばお腹が空いたという感覚がなくなりました。何をしても楽しくないだけでなく、嬉しいも悲しいも感じない、まさに虚無の日々。やりたいことも思い浮かばず、とにかくカーテンを閉め切った真っ暗な部屋で一日中横になっていたい。しかし眠ったとしても常に嫌な夢を見ていて、1時間おきに目が覚めてしまい、ぐっすり眠ることすらできません。食事が取れなくなって、みるみる体重は落ち、人混みに行けなくなり、電車に乗ると冷や汗が止まらず呼吸が苦しくなったりなどの不自由さを味わいながら、ある日今日に移った痩せ細った自分を見た時に病院へ行こうと決心をしたのです。このように繊細な自分を抑えつけて無理を重ねた結果、私は大きく身体を壊してしまいました。そしてこの時初めて、私は相手のことばかり考えて自分自身のことは無視し続けていたことに気がついたのです。そこから慣れないながらに自分のケアを始めていきました。ようやく元通りの生活に戻ってきたなと感じるまでにはおよそ5年の歳月がかかりました。他者に対してはあれこれ動くことができるのに、自分のケアとなると途端に何をしたらいいのかがわからなく、最初は途方に暮れました。しかしそこで気がついたのが、サロンに通ってくれている繊細さんたちと自分は共通点が多いということでした。ということは、自分のサロンでお客様へ行ってきたことを自分に対してやってみたらいいのではないか、そう気づいた私は、お客様にリラックスしていただこうとサロンで工夫してきたノウハウを自分自身の生活へとそのまま移行してみたのです。それがこれからお伝えするワークです。ワークは一見するとこんなに簡単なことをして何になるのと思うことも含まれるかもしれません。しかし頑張り屋さんな繊細さんは、意外とこんな簡単なことを自分自身にしてこなかったパターンがとても多いのです。
あなたにとって大切な人は誰でしょうか。その人に接するようにぜひ自分に対してワークを言っていきましょう。2部、私らしさを大切に生きるためのワーク。1章、1日目、自分の声を聞いてみる身体の声バージョン。多くのエステサロンがそうであるように、私のサロンでも来店時にまずはカウンセリングシートの記入をお願いしていました。冷え性や汗かき、肩頭痛の有無などの日頃気になる身体の不調サインから、日々の生活リズム、食事は1日何回か、平均何時頃に食べるのか、シャワー派かお風呂派か、いつも何時頃寝るかなどまで細かくお聞きしていました。忙しい日々の中でなんとなく見過ごしてしまう身体の不調。しかし不調が現れているということは、どこかに原因があるはず。もちろん病気の可能性もあるから、きちんと病院で見てもらうことは大前提です。しかし特に病気が原因ではないのであれば、生活習慣の中に改善点が隠れていることも多々あります。私は頭痛持ちですが、病院の検査では特に異常なし。頭痛の原因はすぐには分からなかったけれど、仕事の忙しさから極端に睡眠時間が少なかったこと、そして時間短縮のためにお風呂ではなくシャワーで済ませていたことが引っかかり、そのあたりを改善し始めた頃から少しずつ気になる不調が減り始めました。お客様の中にはカウンセリングを進める中で、自分が1日にこんなにコーヒーを飲んでいるとは気づかなかったとなり、コーヒーを飲む回数を減らしたところからだの不調が減った方も、コーヒーが悪いわけではなく極端に飲みすぎているといった偏りが不調を招いていたのですね。さてここで1日目のワークです。自分の身体と会話をするイメージで、自分自身の身体が感じることを小さなことまで全て書き出してみましょう。今自分の身体はどんな感じですか。例、足が冷たい、肩が凝っている、お腹が空いた、肌がかゆい、むくんでいる、目が疲れているなど、朝起きてまず感じることは。例、だるい、よく寝た、腰が痛い、今日も嫌な夢を見たなど、予定のない休日に今一番やりたいことは。例、とにかく寝る、温泉に行く、運動をする、カフェでぼーっとする、食べ放題に行くなど、今日一日の食べたものをすべて記録してください。コップ一杯の水などもすべて。上記はほんの一例です。このような質問形式ではなくても、気になる箇所を箇条書きでも構いません。頭から足先まで上から順に身体をスキャンするように確認していっても良いですね。頭痛い、目疲れている、耳異常なしといったようにです。さて自分の身体の声と向き合って書き出したことで、何かしら気になる点が出てきたのではないでしょうか。あれ、自分で思っていたよりも身体は疲れていて休みたがっているのかも。疲れていて休日はいつも寝ていたけど、逆に運動してみたらすっきりしそうかも。なんだか温泉に入って久々にぼーっとしたくなってきた。こういった感覚で構いません。書き出したことで見えてきた身体の素直な声をまずはしっかりと受け止めて、その中で簡単にチャレンジできそうなところから挑戦してみましょう。2章、2日目、自分の声を聞いてみる心の声バージョン。あなたは日頃から自分自身の希望に耳を傾けていますか。何かを選ぶとき、それは自分が心から欲しいと思ったものですか。私たち繊細さんは相手のことを考えた上での行動がベースになっているため、日頃から頭の中はこの人は何を望んでいるのかな、この人は今なぜ機嫌が悪いのだろうか、どうしたらこの人の機嫌が治るかしらと相手のことでいっぱい。今この瞬間自分がどう感じているのか、どうしたいのかは後回しです。そのため、いざあなたはどうしたいのをと自分の意見を求められると困ってしまうのです。私もその場の雰囲気に適した返答をすることは得意でも、自分自身の意見を求められるということは極度に苦手でした。よし、それなら今日から自分の気持ちを第一優先にしていこうと決めてすぐにできたら良いのですが、長年の積み重ねからこれがなかなか難しいのです。サロンのお客様でも手術を受けながらいろいろとストレスの内容を吐き出してはくれるものの、私がそれなら今どんな選択もできるならどうしたいと聞くと答えられない方がほとんどです。それほど自分の素直な気持ちを無視してきてしまったのですね。体調を崩してからの私も、自分へ同じように質問をしてもどうしたいのかが全くわからず、自分はなんて自分自身を後回しにしてきたのだろうと悲しくなったほどです。そこから自分との対話がスタートしました。それでは本日のワークです。まず少し想像してみてください。今日は一日職場の空気が悪く、帰り道どっと疲れが出たあなたは、何か甘いものを買おう、
とコンビニへ向かっています。なんとなくシュークリームが食べたい気分です。そしてザ・スイーツコーナーにたどり着いた時、目の前には半額になったプリンが。こんな時、まあこっちの方が安いし別にいいかと、プリンを買うことありませんか。安かったから、時間がなかったから、あの人がこう言っていたから、面倒くさかったから、理由もなく、ただなんとなく。このように様々な理由はあれど、私たちは自分の希望を思いのほか無視してしまっていることが日常の中にたくさんあります。私たち繊細さんは相手のことを考えた上での行動がベースになっているため、日頃から自分の声を後回しにしやすく、シュークリームが食べたいという一瞬湧いた自分の願望もちょっとした他の理由ですぐにスルーしてしまうのです。というわけで、2日目のワークは今日1日何かを選択する際に必ず自分の意見を聞いてみるです。先ほどの例で言えば、甘いものが食べたいと思った時点で何が食べたいときちんと自分に問いかける。この問いかけるという行為が大切です。また、半額プリンでいいかとなった時にでも、シュークリーム食べたかったんでしょう、プリン食べて心から満足感得られるのをと問いかけてみるのです。もちろんそこでプリンを見たら、シュークリームよりこっちが食べたくなったと、プリンの方がテンションが上がるのならばそちらを選ぶのが大正解。その時の自分の素直な気持ちが第一優先です。今日一日何かを選択する際に必ず自分の意見を聞いてみるというこのワークは、言い方を変えたら一つ一つ自分に問いかけて自分と会話をするということなのです。あれこれ理由や言い訳をして、なんとなく自分を納得させて妥協するのではなく、目の前の選択肢の中で自分が一番喜ぶことを選んであげる。これが習慣づくことによって、だんだんと自分の生活に私が嬉しいことが増えていきます。そしてそこで初めて、自分がいかに相手基準で物事を選んでいたのか、いかに自分の希望を無視してきたかに気づくでしょう。これを意識するようになってから、私は常に自分と対話しています。最初は何かを選ぶ際にどうする？と聞いていたのが、今ではどう？疲れてる？ちょっと休憩する？など自分を気にかけてフォローができるようになってきました。まさに今まで相手に言っていたことを自分に対してするということですね。参照、3日目、自分の取扱説明書を作ってみる。好きなものを教えてと言われた時、一体どれだけ自分の好きについて答えられるでしょうか。観察力の鋭い繊細さんは、身近な人たちの好きなもののデータは頭に入っていても、自分のこととなると途端に言葉に詰まってしまいます。自分の好きなものは、辛い時や悲しい時に自分を慰めてくれ、時に元気を復活させる強力なアイテムとなるため、一つでも多く自分で認識しているととても心強いものです。反対に、嫌いなものをきちんと把握していることも同じくらい大切です。好きなものが復活のアイテムとなるように、嫌いなものは反対に自分をさらに疲弊させるアイテムになるからです。まずは例として、私の好きなものを挙げてみます。透明、雨の音、静寂、冬の夕暮れ、夜の散歩、読書、くすんだ色味、タバコの香り、マッサージ、標本、アジサイ、華奢な作りのもの、お風呂、静筆、柔らかい、儚い、お気に入りの香水、ピアノの音、ジーン、ブルーとグレー、三日月、ラナンキュラス、コーヒー、本屋、アップルパイ、柔らかな肌触り、アロマの香り、水たまり、ハイヒールの足音、夜のカフェ、ソファでお昼寝。いかがでしょうか。パッと思い浮かんだものを羅列してみましたが、これを見たらなんとなく私という人が少しお分かりいただけたと思います。このように書き出してみることで、自分がどんな人なのか客観的に眺めることができます。また、先ほどの内容を見たら、私がどんなことをしたらパワーを回復できるかがイメージできますね。少なくとも疲れて弱った時に晴天の中スポーツをして回復するタイプでないことは明らかです。笑い。運よく雨が降っていたのなら、雨の夜に散歩をしながら本屋に向かってみる。夜のカフェでアップルパイとコーヒーを楽しんでみる。静かな部屋で柔らかな毛布にくるまってぼーっとしてみる。先ほど挙げてみた好きと好きを掛け合わせてみると、私にとってのこんな最高なシチュエーションが思い浮かびます。反対に、嫌いなものは、大きな音、虫、暑い、晴天、チクチクとした肌触りのニット、足先の冷え、駅のホーム、眩しい、マイナスなことばかり話す人、鮮やかな色、蛍光灯、人混み。このように書き出して把握しておくことで、
自分が疲れている時に意識的にそこを避けることができます。例えば、私が駅のホームが嫌いなのは電車の大きな音が苦手だからです。通勤に電車を利用していますが、特に疲れている時は少しでも駅のホームにいる時間を減らせるよう、なるべく電車に乗る時間ギリギリにホームへ行く、ノイズキャンセリングの耳栓を使用するなどで対処が可能です。自分をねぎらわるためにも、自分の好きを与える意識と嫌いを極力避ける工夫をしてみましょう。それでは今日のワークです。先ほどの私の羅列のように、自分の好きなもの、そして嫌いなものを思い浮かぶままに、それぞれ5分間で書き出してみましょう。4章、4日目、五感を満たす。繊細さんは常に全方位にアンテナを張っています。そして自分と関わる人に嫌な思いをさせないようにと、絶えず先回りをして相手のことを考えた行動をとります。相手のちょっとした視線の動き、声のトーン、会話の間、一瞬の表情の陰り、いつもとほんの少しだけ違うテンションなど、他の人は全く気がつきもしないような小さな変化も見逃しません。それだけ気を張ってアンテナを張っているのだから、一日の終わりには人一倍クタクタになるのも当然のことでしょう。アンテナを張り続けているのは、いわば常に頭の中であれこれ考えている状態です。それを休めるには一体何をしたらよいのでしょうか。第1章にて、私のサロンではまずお客様にリラックスしていただくために店作りにこだわったお話をしました。実はこれが今回のワークでもある五感を満たすにつながります。真面目な繊細さんは、頭を休めよう、考えるのをやめようと思えば思うほど、余計に頭を働かせて、どうすれば休まる、ああダメだ、またあれこれ考えている、どうしたらいいんだと、どんどん考えるループにはまってしまいます。そんな時は自分の感覚に身を任せて、リラックスができる状態へ持っていき、頭を強制的に休ませてしまいましょう。3日目のワークでは、自分の好きなものと嫌いなものを書き出しました。その中に五感に通ずるものが何かしらあったのではないでしょうか。私の好きなものを見てみると、雨の音やピアノの音、静寂などは聴覚、柔らかいものや肌触りが良いものは触覚、コーヒーやアップルパイは味覚、タバコの香りやアロマなどは嗅覚、アジサイやラナンキュラスなどの花は私の視覚を癒してくれます。そうです、このような好きなものを少しでも多く自分の身の回りに取り入れ、自分の五感を満足させてみましょう。私のサロンでは、視覚の刺激を抑えるために照明は間接照明のみ、より光の刺激を抑えるために、手術ベッドに横になった際に絶対に視界に入らない位置に設置していました。部屋にはアロマオイルを焚き、ゆったりとしたヒーリングミュージックを流す。手術ベッドに敷かれたタオルケットなどは毛足が長くて柔らかい肌触りが良いものを、そして手術後には香りもよく、リラックス効果の高いハーブティーをお出ししていました。気持ちがいい、いい香り、美味しいといった五感が喜ぶもの、そしてほのぐらいぼーっとできる音楽といった最大限に刺激を抑えた五感を休ませてくれるもの、これらを身近に散りばめることで、常にアンテナを張り巡らされて神経を研ぎ澄ませている繊細さんをほっと一息休ませるスイッチになります。さて本日のワークです。3日目のワークで書き出した中から、五感を癒すのに使えそうなものをピックアップしてみましょう。書き出したものの中に、実際に今すぐ生活の中に取り入れられそうなものはありましたか？準備には時間がかかるもの、高額なものなど、今すぐ取り入れるには少しハードルが高いものもあるかもしれませんね。そういったものはこれから少しずつ集めていく楽しみとして、今後のお買い物プランに入れていきましょう。反対にすぐに用意ができそうなものもあるかと思います。私の場合は、寝心地の良いマットレス、自分好みの間接照明、ぼーっと座っていられるソファなどは今すぐ用意できるものではなかったため、時間をかけて吟味をしながら少しずつ揃えていきました。しかしお気に入りのハーブティ、ふわふわのブランケット、履き心地の良いモコモコのスリッパ、ちょっぴり贅沢な美味しいチョコレート、部屋で炊くアロマなどはすぐに用意できるものだったため、リストアップ後は早速買い出しに行き、一気に私の五感が満たされて癒されたのは言うまでもありません。あなたもリストアップ後、すぐに用意できそうなものから生活に取り入れてみましょう。五感を満たすものを集めて癒される、ホッとする感覚をしっかり感じることが大切です。ホッとする感覚を味わうことで、自分がいかに今まで気持ちが張り詰めていたのか実感できるからです。このホッとするという感覚を、これからは日々の中に細々と散りばめていきましょう。5章、5日目、子供をあやすように自分を扱ってみる。私のエステサロンに通ってくださったお客様も、そして私自身も、繊細さんはとにかくが満足良い頑張り屋さんです。
日々の生活で頑張り時というのは必ずあるので、頑張ることは決して悪いことではありません。しかし自分の気持ちを無視して我慢して頑張りすぎるのは確実に自分を壊してしまいます。無理をして頑張り続けるしんどさを知っているからこそ、頑張りすぎている他者を見るとそんなに無理しすぎないで少し休んだらどう？と声をかけてあげることができます。しかしそれを自分に言ってあげることができず、何かあるとつい私がダメだったからだ、もっと頑張らないととさらに追い詰めてしまうほど、そうやってクタクタになってやってきたお客様は一目見てボロボロなのがわかるほどです。私のサロンへ疲れを取りに、そして癒されに来たこのお客様に何ができるだろうか。そう考えるとき、私はまずその方のカウンセリングシートを見直します。ちなみにお客様に記入してもらったカウンセリングシートですが、その後手術のたびに私がその都度会話の内容やその日の身体の状態などを書き込んでいきます。いわばこのカウンセリングシートはお客様の取扱説明書のようなもの。甘いものが好きな方なら、今日は特別にちょっとスイーツをお出ししてみたり、冷えると不調が加速する方には手術前に足湯をしてまずは温めてからスタートしてみたり、人によって方法は本当に様々です。ほんの些細なことですが、こうしたちょっと自分を甘やかして回復させるポイントがたくさんあると、ボロボロになる前に早い段階で自分をこまめに救うことができます。ショッピングセンターなどでぐずって泣き止まない子供にパパやママが飴やジュースなどをあげて上手にご機嫌をとっている姿をよく見かけます。まさしくあれを自分自身にやってあげるイメージですね。それでは本日のワークです。あなたにとってのご機嫌をとるアイテムは何でしょうか。物でも場所でも行動でも構いません。ちなみに私はスイーツを食べる、化粧品を買う、温泉に行く、マッサージを受ける、美容院へ行く、甘めのカフェラテを飲む、好きな作家さんの本を読んで本の中の世界に没頭する、手帳に思ってることをひたすら書き出す、などです。ちなみにこれらのご機嫌をとるアイテムたちですが、いざ落ち込んだ時にはそれどころではなくとっさに思い出せないこともしばしば。そのため私はこのラインナップを手帳にすべて書き出してあります。ああ今日はもう頑張れない、つらいと思った時に手帳を開いてみると、そうだ、帰りにカフェでカフェラテ飲んで帰ろうなどと思い出して気持ちを切り替えることができるのです。手帳でも携帯のメモでも構わないので、落ち込んだ時にすぐに見ることのできるところにリストを書き出してみましょう。読書、6日目かの中に充電スポットを作る。私のサロンに対して一番お客様から言われたのが、ここは私にとっての充電スポットですというお言葉です。疲れたなと思った時に思い出してもらえる場所になれたのはとても嬉しいことでした。なぜサロンが充電スポットになったのか、それは癒される空間を隅々まで意識した空間にしたからです。4日目のワークの際も説明したように、五感に訴えかける空間、五感に不快を感じさせない空間を意識して作り上げました。私自身が身体を壊してしまった際も、このサロンでの空間作りを自分の部屋に生かしてみました。その日の気分で好きなアロマを部屋で焚いてみたり、吟味して購入したふわふわの触り心地が最高な毛布で寝てみたり、自分の好きなハーブティーを常にストックしてみたり、部屋でうつうつと考え込んで起き上がることすらしんどかった時も、このような自分を癒してくれるグッズで少しずつ回復をしていきました。何より自分にとっての一番の充電スポットが自分の部屋というのは、お手軽かつ自分仕様にいくらでも変えることができるのでおすすめです。しかし家の中に自分だけの部屋がない、家族にインテリアにこだわる人がいて、なかなか自分の思うようにいかないといった方もいると思います。私も当時は一人暮らしだったので、家中を自分の充電スポットとして整えることができましたが、今はパートナーと暮らしているため、家中のすべてを自分の好きなように変えることはできません。そんな時は例えばキッチンなど、家の中で自分自身が一番使う場所に好きなものを集めてみるのもおすすめです。お気に入りのマグカップや好みのコーヒー、好きな香りの洗剤を置いてみたり、小さな観葉植物を育ててみたりなど、その空間を自分の好きで溢れさせることで、そこが自分にとっての大切な充電スポット、癒しのスポットに変わります。私のようにお風呂が大好きな方であれば、お風呂を充電スポットにするのもおすすめです。とっておきの入浴剤、モコモコの泡が立つボディタオルに大好きな香りの石鹸、ちょっと奮発した自分用のトリートメントに、お風呂のぼりのふわふわのバスタオル、電気を消してキャンドルを灯して入るお風呂もおすすめです。このように一見なんてことない家の中のスポットも、
自分の大好きを散りばめることでここにいると癒される、回復するな、と思える充電スポットに変えることができます。それでは本日のワークです。あなたにとって充電スポットにできそうな場所はどこですか？そこに置きたいものをすべてピックアップしてみましょう。ここは4日目のワークでいった五感を満たすグッズが登場してくることも多いかと思います。しかし、改めて充電スポットにできそうな場所という観点から見ると、新たなグッズが思い浮かんでくるかもしれません。私もキッチンを充電スポットにすることで、4日目のグッズのリストアップでは出てこなかったようなキッチングッズが候補に上がり、実際に取り入れてみることでキッチンがより自分にとってのホッとする空間になりました。さあ、必要なものが分かったら早速自分だけの充電スポットを実際に作ってみましょう。外で疲れてしまうことがあっても、家の中に一箇所でも自分を回復させてくれる大好きが詰まった空間があるのはとっても心強いものですよ。7章、7日目を掟を破ってみる。真面目な繊細さんに多く見られるのが自分の中のルールが多く、またそのルールは厳しいものが多いということです。他者の言動に対しては寛大で受け入れますが、その寛大さが自分に向けられることはなかなかありません。自分ルールは大小様々な種類のものがあり、例えば必ず食器はすべて洗ってシンクをきれいにしてから寝る、や起きたら必ずベッドメイキングをする、といった個人の生活のルールから相談をされたら、絶対に親身になって聞くメールにはすぐにレスポンスをするために携帯を常にチェックするなど、他者が関わってくるものや仕事に絡むものなど幅広くあります。人それぞれたくさんある自分ルールのうち、本当に守らなければいけないものって、果たしてどれほどあるのでしょうか。もちろん、人に危害を加えたり騙したりなどの行為はいけませんし、これは絶対に守るべきことです。しかし、先ほどの例で言えば起きたら必ずベッドメイキングをするを破ったところで、とんでもないほど大変なことが起こってしまうでしょうか。今日はクタクタで早く寝たいと思っている時にも、果たして必ずシンクをきれいにしてから寝ないといけないのでしょうか。おそらく世の中の人に聞いたらそんなこと、大変な時にまで無理する必要ないでしょと答える人がほとんどでしょう。しかし、真面目でしっかり者の繊細さんは、これらの自分ルールを破るとこんなこともできない私はなんてダメなんだと必要以上にできなかった自分を責めてしまいます。そして、これ以上自分を責めないようにするため、無理をしてその必要以上の自分ルールを守ろうと頑張りを重ねます。楽をすること、逃げること、手を抜くこと、確かにこれらが常習的になってしまうと、いろいろなことに支障をきたします。時には少し踏ん張って頑張らなければいけない時もあります。いつもいつも仕事で手を抜いていたらお客様からの信頼は得られません。しかし、自分を追い込んでまで頑張りすぎるとどこかで歪みが生じて自分を追い詰めてしまいます。それでは本日のワークです。自分の中で無意識に決めている自分ルールを、思いつくままに書き出してみましょう。そしてその中の一つの自分ルールを思い切って破ってみましょう。実は自分ルールをたまに破ってみたところで大きな問題が起こることはほとんどありません。一度それを実感してみることで、なんだ疲れた時くらい手を抜いてもいいんだと自分に優しくしてあげる許可を出せるようになります。このワークを続けていくと、少し手抜きでもいいんだ、楽な方を選択したっていいじゃんといった気づきが張り詰めた自分の気持ちにどれほどのゆとりをもたらしてくれるのか、少しずつ実感できるようになってきます。頑張りすぎて限界を通り越してしまうと、気がついた時にはパワーを使い果たし、復活するのに想像以上の時間が必要になります。そうなってしまう前にこまめに自分を休ませてあげられるよう、少しずつ自分を甘やかす意識を持ってみましょう。8章、8日目、感じたことを声に出してみる。以前パートナーと口論になった際にこの場を丸く収めるための言葉じゃなくて、本心を聞かせてよと言われたことがありました。それまで私は散々自分の思いを伝えたつもりだったので、この発言には驚きましたが、この言葉のおかげで私は自分の声を聞くことに改めて向き合うことができたのです。繊細さんは争い事がとても苦手です。私もあのピリピリとした空気がとても苦手で、1秒でも早くその空間から逃げ出したくなります。しかし早々逃げるわけにもいかないので、どうにかしてピリピリした空気を終わらせようと、あの手この手で必死に動きます。相手が今何を望んでいるのか、なぜ不機嫌になっているのかを見極め、そこに沿った言葉を発する。そうすると相手の怒りはすっと落ち着きます。当たり前ですよね、相手が望んでいる返答をしたのですから。しかしこの時点で自分の発言は相手に合わせただけであり、自分自身の本当の意見とは離れてしまいます。厄介なもので、
このように相手の気持ちを優先的に汲み取ってきた時間が経ければ長いほど、自分の気持ちというものがわからなくなります。挙句の果てには私のように、相手の気持ちを優先した発言を自分の意見だと錯覚までしてしまうのです。本心を聞かせて、と言われても何が本心なのか、自分が今何を思って何を感じているのか、さっぱりわからないのです。実際にお客様でもこのような方は多く、とにかく疲れていて気力もなく癒されたくてサロンに来たものの、そもそも自分がなぜ今こんなに疲れているのかもわからない、どうしたらいいのかもわからない、というのです。自分がどうしたいのかがわからないから、解決法がわからない。それならまず、自分の素直な気持ちを知ることがスタートです。あ、私ってこんなことを思っていたんだ、と気がつけば、対処法はおのずと浮かんでくるもの。それでは本日のワークです。今日一日、自分が感じたことを小さな声できちんとつぶやいてみましょう。例えば、いつも言い方がきつい上司にちくりと嫌味を言われたとします。日頃であればそんな言い方しなくて元心の中で思っても、それを口に出すことはないでしょう。そしてその後頭の中ででもそう言われる私に原因があるよねや、これくらいで傷つかないでもっと強くならないと、と自分の気持ちに蓋をして無理やりポジティブな考えや自分を追い込む考えに行きがちです。そんな言い方しなくてもと思った言葉を素直に口にしてみる。もちろんこれを相手に伝えるのはなかなかハードルが高いので、相手に聞こえないよう小さな声で言うか、もしくはトイレなど一人になれる空間に移動した後にこっそりつぶやいても構いません。声に出してつぶやくことで頭の中に一瞬かすめた本心を改めて耳から受け取ることができます。そんな言い方しなくても、もう少し優しく言ってくれてもいいのに、あんな言い方されたら自信なくしちゃうよ、こんな風にその後の気持ちもつられて出てくるかもしれません。しかしこのように気持ちを吐き出すことでだんだんと自分の素直な気持ちに気がつくようになってきます。溜め込むことが習慣になっている繊細さんだからこそ、まずはそっと吐き出してみて自分の気持ちを知ることを始めてみましょう。9章9日目、世界を少し広げてみる。自分ルールがきっち。リアル繊細さんは大きく枠から外れることを避けます。なぜならその先に何があるか予測がつかないから。自分ルールができている規定の枠の中にいた方が予想外のことが起こることも少なく安心だからです。しかし私たちが思っているより世の中は広いのです。自分が当たり前だと思っていることが必ずしも正しいとは限らないように、自分の当たり前が他者にとっては当たり前でないことがたくさんあるように、自分の慣れ親しんだ世界から一歩足を踏み出してみることは確かに少し勇気がいります。でもそこで初めて目にするものや新たに出会った人から刺激をもらい、今までの自分にはなかった考えが生まれることもあります。サロンのお客様でも思い切って一人旅をして気分をリフレッシュした方や、新たな習い事を始めて新しいコミュニティを増やした方など、動き始めた方からモヤモヤが突破できていた印象です。しかし人見知りだったり、そもそもそんな大きな行動を起こす元気すらないという方もいることでしょう。何より私自身、人と会うことすらしんどかった時期に新たな習い事をスタートする気力など全くありませんでした。そこで私はもっともっと身近なところから世界を広げてみるようにしたのです。いつも行っているスーパーではなく、今まで行ったことのないスーパーへ行ってみる。すると行きつけのスーパーには売っていない珍しい食材を見つけ、その食材を使って今まで作ったことのない料理を作りたくなってチャレンジしてみたり、電車で数駅離れた駅で降りてみて散歩がてら散策をしてみたり、そこでふと気になったカフェに入ってみたら、とっても美味しいコーヒーが飲めて思った以上にリラックスできたこともありました。そんな風にちょっとしたいつもとは違う場所へ身を置くことでリフレッシュできたり、新たな興味が湧いたりします。また私のおすすめは読書です。小説を読んで全く別の世界に浸るのはもちろんのこと、例えばニューヨークで働く女性の生活のような海外の人に密着したエッセイなどを読んでみると、日本での常識とは全く違った日常が出てきて考え方の枠が広がることがあります。私自身、20代の頃に旅行へ行ったフランスで見た様々なことがあまりに日本と違ったことで良い意味でカルチャーショックを受け、自分はいかに狭い世界の常識に縛られていたのだろうと感じた経験があります。それ以来フランスが大好きで、パリジェンヌの日常などに特化したエッセイをよく読みますが、自由で自分に正直な彼女たちの生き方から新しい目線をもらえることがたくさんあります。それでは本日のワークです。あなたの世界を少し変えてみるために、今すぐチャレンジできそうなことを挙げてみましょう。これはいくつあっても構いません。
ほんの些細なこと、また少し頑張ったらできそうなことなど、少し段階を分けて書き出すのもおすすめです。簡単にトライできそうなことから実行していき、徐々に少しハードルを上げていくことでチャレンジしやすくなっていきます。そして実際にチャレンジをしてみて、新たな発見や気づいたことなどを振り返ってみましょう。難しく考えていたけど案外平気だった。新鮮で気分転換になった。新たな分野に興味が湧いた。次の週末に行ってみたい場所ができた。何でもいいのです。しかし、このどれもが新たなことにチャレンジしてみたからこそ出てきた気持ちです。この気持ちは、きっとモヤモヤしてぐるぐると負けのループにはまっていた心の中に、新しい風を招いてくれますよ。10章、10日目自分とお出かけしてみよう。これまで様々な方面から自分と向き合うワークを言ってきました。自分の内面と対話をしてみることで、今まで自分でも気がつかなかった自身の声にも気がつけるようになったのではないでしょうか。もうお分かりですよね。繊細さんが限界が来て大きく身体や心を壊してしまうとき、それは自分の声を聞かず、自分の素直な本心を見失ってしまうことから起こります。見失うどころか、もはや自身の声を聞こうと思っても聞けない状態、自分の心の声のありかを忘れてしまった状態です。しかし、これまでのワークを行うことで、自分の身体の声や心の声、疲れた自分の休ませ方などを身につけたことで少しずつ少しずつ自分を取り戻せてきたはずです。それでは最後のワークです。聞こえるようになってきた自分の素直な声と対話をしながら、気ままにお出かけをしてみましょう。今日、どんな気分？いいお天気だから散歩したいかも。いいね。それならどこに行きたい？この前テレビで見た隣の市のカフェが気になるかも。じゃあそのカフェ行ってみよう。何を食べようか？今の気分はパスタだな。あ、この雑貨屋さんかわいいな。よし、この店気になるから入ってみようか。このマグカップいいな。そうだな、これかにあったらテンション上がるね。買っちゃおうか。消費速が痛くなってきたかも。ちょっと疲れたから休憩しようか。天気がいいし室内入るのもったいないな。よし、天気がいいしさっきのパン屋さんのパンを買ってあの公園で食べてみよう。このように常に心の中で対話をしながら、心の声の赴くままに進んでみましょう。自分の心の声を少しずつ聞けるようになった今のあなたなら、きっとこのお出かけを心から楽しむことができるはずです。のびのびと気持ちのままに動いている心地よさ、開放感、ストレスフリーな状態を存分に楽しんでください。きっとその時、自分の一番の味方は自分なんだと、私がいたら私は大丈夫だと、そう気がつくことができるでしょう。後書き。幼少期の頃から人一倍繊細で、人の顔色を見て行動してしまう自分をずっと好きになれずに大人になった私が、そこを逆に特技と捉えて仕事に生かしたことからこの本が生まれました。サロンへ通ってくださる繊細さんたちだけでなく、その後大きく身体と心を壊してしまった自分を自ら癒すことになるとは思いもしませんでしたが、この経験を通して自分と向き合うことの大切さ、そして自分へ愛情を送ることの重要さも知ることができました。しんどいこと、辛いこと、我慢しなければいけないこと、踏ん張らないといけないこと、そんなことばかりだと思っていた毎日でしたが、生まれて初めて自分へまっすぐ愛情を向けることができるようになった今、私の人生はとても温かく優しい日々に変わってきています。他者と関わる以上、全てが自分の思い通りにはいきません。どうしても多少の無理や我慢が必要な時もあるでしょう。だからこそ、この本でご紹介したように自分を休ませてあげるポイントを日常に散りばめて、どうかこまめに力を抜いてゆるりと心を脱力させてあげてくださいね。繊細さん特有の観察力や気配りを自分にも向けた時、少しずつ日常が変わっていくはずです。この本を手に取ってくださったあなたの毎日が温かく優しい日々となりますように。